昼の笑い方。はい、ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？ふなぴーも元気ですよ。はいはい、といった具合でやっていきますね。はい、今日もふなぴー島パトに行ってまいりました。今回はソワガンさんのスマイリアのアイテムをお得にゲットしてまいりました。そして今回はムムさんの新作のアクセサリーも購入してまいりました。今回は2つのアイテムを紹介したいと思います。まずはこちら、セーラー入りプルオーバーでございます。商品情報はこちらでね。そしてお値下げされた金額はっていうと、税込み1639円のところ770円にお値下げされておりました。いや、ブラボーでございましたね。ブラボーでございましたね。はい、こちらのアイテムね、購入した時は何も書いてなくてわからなかったんですけど、なんと前後着用できるプルオーバーなんですね。だからこのリボンを前にしたり、シンプルなセーラー襟にしたりできるんでございますよ。黄色みを帯びたグリーンのピスタチオカラーにビッグカラーがインパクトのあるアイテムでございます。と、もう一アイテムございますね。はい、ムムさんの新作アクセサリー、 V 字パールネックレスでございます。商品情報はこちらでね。はい、こんな感じでございますね。チェーンの長さは 69.5 センチで、パール風パーツのモチーフは9センチとなっております。こちらのスライドポールで長さ調節が簡単にできるんでございますよ。こういうのってふなぴー嬉しいですね。簡単じゃないですか。だからコーデによって変えられるのも嬉しいポイントでございます。7つの小粒のパールパーツに、トップのパールパーツはやや大きめとなっております。なんかふなぴーのキャラクターみたいですよね。かわいい。そしてねじりリングのモチーフも合わせて高見えします。こんな感じでね、ベーシックなコーデにもさりげなくつけるだけでおしゃれに見えるアイテムでございます。では早速コーデ行ってまいりましょう。ボトムスはテラさんのテラウェアインのデニムのフレアスカートにメローの靴下と、履いてる靴はウムさんの細フィットローファーで、モノマネコーデでございます。いかがでしょう。はい、今回ね、購入したウムさんのネックレスもつけております。長さ調節が可能なので、一番長めにするとこの広いネックラインのプルオーバーでもしっかりね、可愛く見せることができました。このチラッとパールが見えるところもようございますわね。そしてこちらのセーラー襟のアイテムでございますわね。大きなリボンのような襟とフラットカラーで 2way にできるのが嬉しいポイントでございます。気分やコーデに合わせて着用できるのが良いのであります。大きく開いたネックラインでお顔周りもすっきり見えるし、デコルテも綺麗に見えます。肩まであるビッグカラーで小顔効果も期待できるんじゃないですか。生地はピスタチオカラーに光沢がありますね。結構滑らかな肌触りでございます。
起毛感があってちょっとスウェードのような素材でございますよ。そしてアウトにしてみると裏はつるっとした素材となっております。インナーを着用すればこれからの季節でも着用できると思いました。ビッグカラーをちょっと上に上げると肩山に細かいギャザーが入っていてカフスにも細かいギャザーが入っているのでボリュームのある長袖となっております。だからフナピーの太い二の腕も気になりません。身幅もゆったりしております。ぽっこりお腹はもちろん脇肉背肉も心配ないですね。張りのある生地だからこういうところが嬉しいですね。164センチのフナピーでウエストがしっかり隠れる丈にラウンドヘムになっているのでアウトでも様になります。はい、次行ってみましょう。今度はトップスはアウトで着用しリボンを後ろにしてみました。ボトムスはみんなで作る島村プロジェクトの福袋に入っていたチェック柄パンツに履いてる靴はムムさんのチェンローファーに持ってるバッグはオシレーナさんのツーウェイバッグでコーデしてみました。チェック柄のグリーンとトップスのグリーンをリンクさせて統一感あるコーデにしてみました。個人的にではございますがフナピーはリボンが後ろの方がね好みでございます。なんかちょっとねリボンを前にするとなんかちょっと恥ずかしくてはい、次行ってみましょう。トップスはアウトでリボンを後ろにしてシンプルにして着用しボトムスはワールドのアンタイトルのコーデュロイのフロントタックワイドパンツに履いてる靴は星玲奈さんのプリーツゴアショートブーツに持ってるバッグはムムさんのかぶせバッグでコーデしてみました。ホワイト合わせで爽やかなきれいめコーデにしてみました。はい、次行ってみましょう。トップスは前だけブランディングして襟はリボンを前にしてボトムスはミオさんのプリーツスカートに黒のパンプスと持ってるバッグはディアフルプチュアさんの黒子柄バッグでコーデしてみました。グラデーションをつけたワントーンコーデに黒いパンプスとバッグでコーデ全体を引き締めたコーデにしてみました。はい、これでフナピーの島パトアンドコーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になったら嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。また見てね。